祭りテーマ。おはようございます。なんか今日おはようございます。お祭りデート。夏のデート。夏のデート。してみたいですね。そうね。お祭りですからね。それだね。浴衣着て。いやマジで俊也さ、俺この辺見ててさ、視界にちょっとだけ入ってると女の子に見える。こうやって見るとまあ俊也だけど。あのカメラ意識ないです。はい。イヒヒ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 。なんか撮られてる。あとで撮られます。映像撮られてる。こういうところね。なんでしょう。カメラ回ってる。カメラ回ってるんでしっかりしっかり。うん、いいよ。はい。この視界のさこっち向かなかったら普通にやっぱ女の子は。そうだ。この髪色のさ。絵的にいいの。絵的に綺麗な。食べていいのかな。うん、食べていい。おいしい。今現在カメラが4台あります。いや、向こう行きます。まだ好きでしょ。こういうの好きです。どこまで言うんだよ。チョコミントうまい。チョコミント美味しい。こういうのがみんな好きなの。ああ、甘いやつですね。まあでも練乳チョコってかき氷じゃない。はいはい。あと、あら、じゃあこっち向いてる。はい。11番すごいよ。はい。あ、どうぞ。一緒に一緒に。はい。見てないのか。まだ見てない。22。おお、倍数。演技が良さそうだね。せーの。歴史、歴史。プリプリ。オッケー。歴史ってさ、下から2番目。歴史ってまあ、可もなく不可もなくだね。目を閉じて、目を閉じて息を数える心には、おほうばかりの残るなりけり。なるほどね。わかんないでしょ、絶対。絶対わかんないでしょ。いや、やっぱ息するとき大事だよっていう。雲はみんな、払い果てたる、抱き風よ。松に残して月を見るかな。よく言うよね。よく言ってるよ。よく使う。よく使う。よく使うかな。うん、なんか結構1日2回ぐらい言ってるよ。なかなかないぞ。お腹減ったと同じぐらいね。言ってるね。チャンスは回ってくれって。いいかな。いえ。なんだよ。でも大地君と来たら大吉なんだろうな。俺と言うとダメみたいな言い方する。いいかな。もうちょい前、この辺まで。はい。はい。この前の方まで来ちゃってください。ごめんなさい。この辺りまで。はい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 。ありがとう。はい。はい。肩に手乗っける。丸くん肩に手乗っかる。うん、その感じで。はい。はい。はい。今、縦位置です。はい。トイレ風下で。無理やね。お茶ケースをした。はい、じゃあ。
はい、ちゃんと笑顔ください、笑顔目で、うん、はい、最後にちゃんと東京来たよ、東京来たよ、はい、スタート、天気、はい、どうもこんにちは、久々に、はい、お二人で撮影しました。あ、久々っつうから初めてじゃね、そう、どうだっけ、そんなことはないか、二人で初めてですよね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。うわー、なんかね、そう、どうした声ちょっと引っかかった。23歳ちゃんと出てきてた、ね、二人でね、はい、楽しくちょっと神社をね、神社をね、神田明神さん、神田明神さん、そうですね、都会の真ん中にこんな、そう、ね、大きな、ね、神社があると思ってなかったけど、うん、まあ、人も多く、うん、で、おみくじやりました、はい、結果は微妙な結果になりましたがまあ、おみくじだけじゃないんで、続いて、うん、自分で運気を勝ち取っていきますよ、まあ、おみくじでは運が回らなかったね、末吉、末吉ってなんか微妙だよね、末吉って多分ね、うん、普通だよね、割と、まあ大凶とか出なかっただけで、ね、まあなんとか残り1年も健康でいられたらなと僕はもう中吉が出たので、まあ持って帰ろうかなと思って持って帰ってたよね、さっきネタさんさん縛ってたの、知らないでね、うん、大事に持って帰る、チャンスを掴みなさい、掴め、チャンスイエッね、はい、はい、じゃあ浴衣男子ありがとうございました、皆さん楽しんでください、楽しみます。